かないと名刺くれないからなって言って予約しに行ったんです。そしたら空いていたしね、もうやってるというんでね、じゃあ早めに食っちゃおうというんで一番いい席に座ってご飯を食べていたんです。そしたら入り口から入ってきたのは伊佐竹さんと言いまして、テレビのあれに陽田長老というのが出てきますが、そっくりな顔してるんで長老様と僕が言ってるんですがね、長老がね奥様連れて入ってこられたんですよ。それで伊佐竹さんって言ったら先生どうしてここへって大騒ぎになってね、それでまあ一緒にご飯食べたんです。そしていや不思議ですね、黒潮でご一緒してここでまたご一緒していや嬉しいですねなんつって、じゃあって言ってねお別れしたんですよ。それから2日後ね、その例の銀座のコーヒーショップへ彼女2人で行ったんです。なぜ行ったかというと、歌舞伎座にの初日に招待されたからです。なぜ招待されたかというと、銀座に、あるその服飾品 の、 そのアクセサリーのお店がありまして、銀座だからいつもそこへ寄ってなんか一品ずつ買って買うことにしていたんですよね。そのお店の親父がね、歌舞伎座の切符を2枚いただいたんだけども、私どもが行くあれがないもんで、もし先生よかったら当ててくれたんですよ。その花道のすぐ横は高い席でしょうね。でそれもらったもんですから、じゃあ行こうやって行って、で時間があったんで、そうそうこの間のコーヒーショップへ入ってコーヒーでも飲んで行こうって言って、そこ2階上がって行ったんです。そしてね、ドア開けて入ったらそこにいる伊佐竹さん、伊佐竹さんとその黒潮で一緒に飲んだ生駒さんと大森さんという3人がね、なんかね一生懸命喋ってるんですよ。後で聞いたらね、伊佐竹さんがこの間黒潮で木場先生にご夫妻に会って、それから2日経ってなんとあの木下公園でね、お会いしてね、二度あることは三度あるから、もしかするとって言いかけるときに僕が出てきた。それの3人がですね、もう飛び上がっちゃってね、どうしてここにいるっていう、もうそれはびっくりするでしょうよ。二度あることは三度あるというからといったら本人が出てきたんだから、これお芝居だってね、こんなにうまいタイミングじゃ出てこないですよね。それでまあ大騒ぎになったんですけど、この伊佐竹さんという人は大森社という会社のね大事な仕事をしていた人なんですよ。もう今は退職されましたけど、その大森社がですね、戦前の中学生の受験の時 の、 勉強する、添削といいまして、試験問題が来てそれをこう書いて、何の参考書みたいに書いて向こうへ出すと、そうするとそれをきれいに添削して返してくる。僕それで受験勉強したんです。でその頃は金賞、銀賞、銅賞というのがね、こうパッとこう貼り付けてありまして、よく金賞というのをもらいました。その仕事をしていたのが伊佐竹さんです。私中学生の時に大文社にお世話になって、そこの大事な仕事をしていた伊佐竹さんがうちの会に来るようになって、そしてご実機の会に入って、それでお酒を飲みに行って、それで桜を見に行って、もういっぺん銀座で会う。これで私どもね、偶然会って世の中って面白いねって言うんですけどね、僕にはどうもそういうふうに思えないんでね、やっぱりこれ伊佐竹という大家さんをね、私の前に連れてくる大きな力というのが働いていて、で銀座のお店で会わせて、その神様だか仏様だか知りませんけど、その人はなんか高いところからですね、やっぱりあやがたなってして、ニヤニヤしているって、そんな感じするんですよ。ですからこうやって私は昨日は京都から東京へ帰ったんですよ、夜。で今朝また同じ新幹線に乗ってここへ来るんで、まあ、難儀な話なんですけどね、こういうふうにして、ここでまたこんな厄介な講義をしなきゃならんというのを、私は自分が好きでやってるわけだね、やらされてるんだっていう感じが、ね、本当にするんですよ。皆さんはこういう講座があるから来てると思うんですよけど、そんなことはないんですよ。皆さんだってね、後ろからね、あこっち行きなさい、あっち行きなさいってちゃんとこう、指示されてここへ来てるんだと思いますよ。もし山の音符を偽着するなら
もし山の動くということを疑うならば、それは自己の本能、自分が動いているということを知らないのだ。自分にも本能がないわけではない。自分の本能を知らないだけのことである。それを明らかにしていないだけのことである。自己の本能を知っているのならば、きっと山が動くということもわかるはずである。生産すでに無常にあらず非常にあらず、これ道元さんの大好きな言葉でありまして、無常であるわけでもなく非常であるわけでもない、生き物であるわけでもなく生き物でないわけでもない、関係があるわけでもなく関係がないわけでもないという言い方ですね。人と人が出会った時に、私とあなたが会うのには何にもその間に因縁がないように見えるけれども、因縁がないわけではない、という言い方です。自己すでに無常にあらず非常にあらず、今生産の運法を偽着せんこと上からず、生産の運法を疑うことなどありえないことである。行く北海を両極として、と非常に難しい日本語ですが、いろんな世界を基準にしてということです。両極でしょ、極は極限すること、量は測ることですから、これは基準ということですね。いろんな世界を基準として生産を考えてみることを知らないのだ。生産の運法をよくよく、考えよう、および自己の運法を明らかに調べてみるがよい。体を母体ともに検定あるべし、体をする、あるいは前に進んでいく、私たちが知っているのは進歩だけであって、体もということを知らない。昔の日本語みたいなもんだ。進むことは知ってても、知るぞことは知らないから壊滅したんですよね。僕はニューギニア行ったり、ガダルカナル島へ行ったり ね、いろんな戦場を歩いてきましたけどもね、なんでこんなとこまで出てきたかっていう感じですよね。そこまで出てきたならさっさと引っ返しゃいいのに、逮捕ということはできないんですね。進歩があれば逮捕がある。道元がここで考えているのは時間の経過ですね。時間の経過というのは過去から現在、未来という方向にだけ動いていくのではない。時間というものは現在から過去へ省略する。経歴というのは、初めから今まで、つまり小学校はどこ、中学校はどこ、高校はどこというのを上げていってるだけでしょ。それは経歴と言います。ところが道元はその同じ言葉を経略と言うんです。経略というのは過去にも未来にも、未来から現在にも、未来から過去にも自由自在に動くのが時というものだ。これが道元さんの時間論です。だから昔こうだったから今こうなったというのはそれは経歴に過ぎない。今こうであるのは未来にも原因がある。未来に起こることが今起きている。だから私たちは現在起きていることだけが現在だと思っているが、そんなことはないというんです。この現在の中に過去も入っていれば未来も入っているんだ。うちの下の息子が成城大学という大学に入りまして、たと60人しか取らないんで、男の子は全員1年浪人と2年浪人だそうです。
入れないです、現役では。でそこへ、まあ、入ったんですけども、その入った学部、文芸学部という学部ですが、この間入学式ありまして、で、文芸学部の特にあのうちの息子が入った科の、ご両親一室に集めまして、文芸学部長が挨拶されました。非常に面白い人でね、でもみんなお母さんたちは終わるとね、さよならって言っちゃうんですよ。それで面白いことに、そこにいるのはスタッフ一人もいなくて、あの学部長だけがいるんです。これはちょっと寂しいだろうなと思って、私がご挨拶に行きまして、名刺出して、私はあの木野と申しまして、あの専門はあなたと私は専門でございますけれども、もともとは仏教でありまして、息子は今度あなたの科に入りましたので、ちょっと私をして、いや木野先生、私ね、よく存じ上げております。で、そうですかって、すごい喜んじゃってね、うん、この調子でいくと、あいつ教えてくれる先生って、みんな僕を知ってるかもしれません。その入った息子なんですけども、小学校の時にハードルの選手でありまして、非常に速いんです。もう1年生の時から、まあ、選手になりましてね。で必ず選手で出ていたんですけど、ハードルを越えてくるときに、お父さん、あのゴールのところで見ててね、僕は行って必ず一番に入るから、本当に一番に入ってきましたよ。そしてそのハードル飛んでくる飛び方がですね、鹿が飛びたいと思うんです。それで俺どっかでこの飛び方見たなと思ったら、私の妹で立としたみちこという子が原爆で死にました。19歳で男も知らずね、何にも知らないで死んでしまったんですが、この子はですね、県立広島工場のハードルの選手でありまして、毎年神宮競技場に来ておりました。それで、私東京大学にいましたので、お兄ちゃん、あのぜひ見てねと言って、どこでって言ったら、あのゴールの向こうでって言って、それで私ゴールの向こうでこう見ていたんですがね、その時の彼女の飛び方とうちの息子の飛び方がそっくりなんですよ。それでね、僕が小学校の一番最後の学年の時に、あいつがハードルで飛んでくるのをビデオでこう映しててね、もう見てるうちに死んだ妹と重なっちゃってね、妹が飛んでるみたいに見えたんですよ。そうで、まあ深くにも何でもこうしましたがね、この子はね、死んだ私の妹によっくり出るんです。物の言い方、考え方、性格ね、そっくりなんですよ。それで僕は多分ね、妹がね、あの私非常にもうあの好きだったもんですから、お兄ちゃんとこ行きたい、お兄ちゃんとこ行きたいというそういう一年だけで生きてたんだから、きっとね、私の子供の中にこう入って生まれてきたような気がする。本人には言いませんけどね、嫌がるからね。でもあの私の妹の生まれ変わりだろうなと思って見てるんです。そうすると現在のあいつの生き方は過去にもうちゃんとあるんで、その通りにこの子は動いているんですよ。いやー、そういうことってたくさんあるんじゃないでしょうかね。で、皆さんの未来に起きることは現在にちゃんと起きている。道元様は非常にね、あのユニークなそういう考え方をした人であります。ですから進歩するということと退歩するということは同じだって、ちっとも違いはない。私教えた金本注意、マレー作戦の一番先頭行って、地雷原を銃剣一本で全部掘り出してね、橋、落ちた橋が40何本か全部橋をかけて、それで後ろから来るってみんな、まあ、その橋を渡らせたんですけど、ですから一番先頭行ってクアラルンプールというところへ本当に一番先頭に着いたそうです。それで後ろから歩兵部隊が追尾してきて、それでもうヘトヘトになって夕方ですので、で日本軍もそこで全部倒れてね、寝てしまったそうです。で彼は寝て
2分ぐらいしたら夢見たんですよ。その寝てる日本軍の上に銃砲の 砲弾がね、雨のように落ちてきて、そこにいた兵隊が全滅した夢を見た。それで彼はね、飛び起きてね、棍棒で自分の部下の手掴むと目が殴って、起きないんだそうですよ、疲れ果ててね。それで棍棒でぶち殴ってね、もう脳震盪を起こしてる。それで、ね、その連中全部引っ張って1キロね、走って交代したって。1キロ離れたら始まったんですよ。英軍はもう計画的にね、日本軍がそこへ到達したら銃砲、シンガポールから銃砲で海峡越えで撃つわけですよ。そこで日本軍全滅したんですよ。生き残ったのは金本の二人だけです。金本はだから夢を見るという形でね、その未来に起きることを知ってたんですよ。金本言いましたよ、体調というものはな、夢だってな、本当の夢見るんだ。この先どうなるかっていう夢見るのが、それが体調であって、だから俺は夢を見たからすぐに兵隊に連れて後ろへ帰ったんだ。日本軍には退却というものはないと言うけどな、そんな戦争があるかよ。退却するときは退却しなきゃみんな死んでしまうよ。死んでしまったら戦争はできねえよ。あいつの言う通りでしたね。私が戦争で生き延びたっていうのは金本のおかげですね。で、金本知事は慶州の金さんですから、慶州の金っていうのは韓国で一番身分の高い家です。ですから金本のうちは慶州の名家です。で、うちの先祖は慶州、多分慶州だろうと思いますから、金本知事と私とは多分どっかで親戚だったと思います。したがって金本は僕に目をかけてくれて、で、特別にいろんなことを教えてくれた。その中の一つが、突撃する前は川があったら味噌をかぶれにして、お前らの国じゃ味噌煮というだろうかって教えてもらいました。で、それを私の前学長していた大学の仙台の学長が死んだ時に、そのお葬式の日から始めて、もう今3000日超えてますよね。今朝もかぶってきましたけど、夕べもかぶりましたし、多分死ぬまで僕は水かぶると思いますけど、かぶる時いつも、言うのは「なお消え物」「なお消え法」「なお消え僧」「なお金本注意」です。毎回僕金本注意、なお金本注意、金本さんのおかげですよ、私が生きてるのは。金本が私を助けてくれたというのは、その前にまた因縁があるからですよ。そういうことは僕らには分からないんですよね。分からないんだけども、道元さんはそういうことが分からなきゃいけないよということを教えているわけですね。今日は実はですね、私は予定の時間よりも早く、3時25分の汽車で帰らないと、東京でちょっと待ってることがあるんで、まだまだやります。今日は道元の称号現像の走りですので、これぐらいにいたします。